ねえ苦い思い日本シリーズね、なんかねやっぱこう、うん、勢いって大事ですよね。勢い、でも1戦目はダルビッシュが投げ勝ったんですよ。川上も投げてて、はい、セギノールの一発でスリーランで、うんうんうん、で、うんうん、1戦目ね負けて2戦目のミーティングに出されたの。僕は2007年もう野球人生の中で一番調子良かったんで、まあ、1番僕、うん、2番田中健介君、一緒やね、はい、3番稲葉さん、4番セギノール、ガッツさんがもう巨人に行って、新庄さんも引退、新庄さん引退して で稲葉さんがいて3番に入ったんですよ。3番か、稲葉さん5番だったんですけど3番に行っ て, 行って4番セギノール、うん、5番が5番がね、5番からはもうね助っ人やね、大体もう助っ人日本人ですよ。誰、工藤隆人、まあだからそっから足を使う野球、あのスモールベースボールの、いやでも戦力いなかったんですよ。なんで優勝して、えちょっと待って、あ次のバッターがすごいバッターや、6番があのホームラン30本、いや稲田さんとか知り合いのおばちゃんの稲田さんいるけど違う、もう今年からファイターズのコーチ、あれ、あ稲田さん、稲田君、稲田さん、どっちかったらこうコンタクトするバッター、守備の人です、守備やん、はい、えでしょ、7番、えな7番誰、7番え覚えてる、小屋の AA ちゃんとか、まだ出始め、あの時のまだ小屋のは音楽ついバッターの、あのいい音楽だね小屋のね、俺も好きだったけど、そうなんですか、うん、でも2割5、6分ぐらいだったと思うな、試合も当然規定打席も達してないし、そうやな、サードだったよね、サードサードファースト、サードファーストで稲さんと、うん、A ちゃんとって感じ、あで8番キャッチャーで9番に金子さん、鶴岡キャッチャーやもんね、まあ、鶴ですね、じゃバッティングはそんなに、金子もどちらかというと守備でこう頑張ってる、ああそうですね、同級生なのね、なんで優勝できたんだろうな、金子上層学園ね、そうですそうです、うん、だから2007年、なんでそんなにもうチームだあの成績見たら、うん、もうびっくりするぐらい打ってないんですよ、うーん、どうやって優勝するのそれで、まず、うん、投手陣はそこそこ良かったんですよ、まあ投手陣はいいよさ、リーグ1じゃないですけど全然ダルビッシュ、それでもまだあれでしょ、もう、まあ、リーグで2位か3位ぐらいです防御率は、うん、でもまあ、8回武田久志さん、9回マイケルで、まあ、ここガッチガチでした。そうかそうか。で野手はみんな守りました。うん、守備は良かったです。打てないだけで。まあでもどうやってじゃあの強力なんかパリーグどっちみち西武だってあれ強いやん。いやーすごかったですね。強かった。うん、だからまあピッチャーが頑張ってもらって、うん、その野球の中って流れがあるじゃないですか。うん、こう。で掴んだそのこうクッとこうちょっとした流れがこの流れ上に行くときにそこに行けっていう、相手が例えばミスしてくれたりとか何気ないタイミングでフォアボール出したりとか、これドラゴンズの選手聞いても知らないです、ファンの人聞いてくださいねこれね、ぜひね、いや多分あの時のドラゴンズもそういう野球やってたと思うんですけど、うんまあ、確かに何気ないフォアボールから、うんうん、例えばその次のバッターが全く打てないんだけどその後の打席だけ、うん、1、2塁間コンって打って1、3塁作ってでボテボテで1点取るとか、ああそういうほんで1点取ったらあとはピッチャー任したよって守るみたいな、あ確かにあの確かにそんな野球だった、あのタイロン・ウッズがさ2番田中健介がセーフティーバンドした時にね、はい、その1年前だと思うけどタイロン・ウッズのところに転がったらさ急にタイロン・ウッズが俺にポスッとするした自分で踏むか踏まずに自分がこう踏んでファーストに投げるかだったけど、俺がそろそろファーストって言ってる指さしてるよ俺にそうかセカンドがカバーしてるからそうセカあえっ、ー、と思ってちょ待って俺指さしたよねってファーストって、そしたらそうなんだすぐ通りですよ、うんうん、ほんで大ピンチになってくる、もうあのにセリーグってまだなんかそこでなんかまだ時間かけるんだけど、うんうん、速攻性だもんね、うん、やっぱそういうすぐこういう好きじゃないけどそんな俺がちょっとガクッと来てる瞬間を、うん、とかそういうやっぱあるんだね、そうもうホームランも、ね、そうダントツ最下位なんで2人しか打たないもんねホームランだって稲葉さんと関通りだけなんでだよね、だからまあ面白いのは負けるとき大敗なんですよ、うん、でも勝つとき僅差なんですよ、うん、こ
これが強い接戦を拾う、そういうことね、っていうのが2007年の野球だったんで、うんうん、だ僕はもうあの2007年のあれだけ打てなくても優勝できるっていうのは、うん、だって5番に工藤ですよ誰がピンときますか一応あれ工藤ほら最近前ドラゴンのコーチしとったし今阪神で二軍コーチやけど、あそうか今は阪神のコーチ、うん、だけど著南館っていうね、あのあだ名なんですけど、なんで著南館草薙くんがやってたあの著南館っていう、うん、草薙くんにちょっと似てる説また、なんとなくねそうそう確かに工藤ってこう当ててっていう、うん、まあまあ彗星のごとく現れたんですけど、まあでもセギノール工藤ですからね、よく勝ちましたよね。だ僕らはね逆を言えばね、あんまりその前の年から見ると日本ハムが急に打力が落ちたっていう、うん、で、うんうん、1戦目ね負けて2戦目のミーティングに出されたの。普通先発ピッチャーで投げたらもう次のミーティング出ないんだけど、まあ、日本シリーズっていうのもあったけど、謙信どうだったああだったっていう時に、まあまあこう攻めてこうですって、それを教えてください、うん、そしたら基本の稲葉さんと関ノールしか記憶にありませんと、うん、分かったと、薄すぎて分かった、もうそれだけでいいとほんでもうちょっとちゃんと情報出してあげてくださいよ、これマジよ、多分茂さんも種茂さんも多分 OK もうそれでいいと他ちょっとあんま分かんないですけど、うん、要はねそれぐらいね打たれた記憶ないっていう、うん、まあどちらかというと関ノールも早めに打たれたっていうのかな、初回かな、まあまあそうですね、初回打たれて、うんうん、多分それ以降ノーヒットで抑えてるで完投しとると思うんだよ、だからそうかそうか、工藤から覚えてないんだよねいやで今の話だったら 1,2 番も覚えてないですからね1,2 番は音楽が好きやったから、応援の健介もいい音楽してるやんかあれもう投げながら、もうねあの関ノールの応援が俺世界一好きやな、あー血を描けがあの一緒に俺も投げながら描いてて打たれて俺も打たれてどうするんだってこの本当に、いやいやでも2007年はねの、まあ、日本シリーズは完全に抑え込まれましたからね、だからあその情報がいったから、うん、稲葉さん、関ノール、ここにもうで関ノールは一応弱点的なものもあるから、どこだったんですかあの時は、え関ノール基本的に逃げる外、右ピッチャーはアウトコースのストレート系で勝負じゃなくて、シュート持ってるやつは外に絶対ストライクを投げない、インハイ、足元の落ちる変化球っていうのがもうパターンで、こういう感じなんですね、じゃあそうそう、うん、で打てない時っていうのはどんどん関ノールが離れていくっていうイメージやから、うんうん、状態がね、でネクストのスイング練習の時にこうやって上から大根切りのスイングするけど、もっと意識させろと。こうやってねやってましたね。やってるじゃん、なんか懐をどんどん離れてるから、そこはあのどんどん使っていこう。でストライクゾーンが1個ずれてるっていう、インコースに寄ってる、ね、寄ってるという。ならそんなイメージでね。稲葉さんはまあそういうわけにいかないから。いやでもね、2007年はもうといえばもう、まあいろいろありましたけど、健二さんが初戦投げたとかってありましたけど。結局印象に残ってるのはもうあの完全試合ですよ。ピッチャーが山井大輔で行くと思ってた最後まで。もちろんもちろん。ねえほらもう僕も正直そうやって思ってた。で変わったと思って、でも変わった方が良かったの。いろんな感情で。あの数分もない、1分ぐらいのネクストの中で。